皆さんこんにちは。今日はお祭りサンドを作ります。お祭りといったらこちら。じゃあそばからかな。とりあえずパンを用意しちゃうね。よし、どれぐらい入れる。これぐらい。もっともっと。これぐらい。いや、まだいけるでしょ。これぐらい。もうちょい。こんな感じ。 OK。 瓶に入れる。もちろん。挟まるかな。いける。あ、全然いける。よっしゃ。いった。焼いていきます。はい。じゃあもうできるので、よいしょ。じゃあまだ切んないね。はい。そしてじゃあ次はタコさん行きます。ウィーン。焼きそばは意外と余裕あったね。ね。ちょっとタコは頑張ろうか。いや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 。え、でもいけても2個でしょ。感じやんな。いやいやいや、そんな感じじゃないでしょ。え、なに。じゃあ、え、まだ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 こんな感じ。おお、いい感じになってきた。ちょっともうちょっとそこ詰めれば入るよ。こういうこと。そうそうそう。鏡餅見ていけんのかな。よし、頑張ろう。いきます。あ、いけるね。いけんじゃん。いけるか。せーの。挟まった。よし、素晴らしい。じゃあやっていきます。完成です。よし、できた。じゃあ、切っていきます。はい。そばからいきます。ギャーね。ウェーイ。そして問題のタコさんです。いきます。面白いね。